皆さんこんにちは。パート7が遅れた分の進捗をごまかすために洒落た OP 作って第一印象を良くしてみた霊夢です。なんかやたら壮大な OP で驚いたマリサだぜ。そろそろ技術力を動画に反映させてもいい頃かなと思って作ってみたんですがどうですかね？10秒スキップダブルクリックした？ネガティブな現状が聞こえるということは今回も限界攻めたな。いや、今回はウィザスケ TT の制作とそれに付随する作業しかやらないからどうかな。サムネの通りビーコン量産計画始めましたって感じのノリで比較的楽にできるはず。確かに他に比べたら少ないけどそれでも投稿頻度的に徹夜しないと無理だろ。そうでした。ということで早速ネザーにやってきたよ。あ、今回はどんなタイプの TT を作るんだ？前にフグタ TT 作ったじゃん。実はあれと似た原理の湧き潰しを省略できる TT があるんです。しかもそれはウィザーローズを数スタックも用意する必要がないから材料集めも簡単。それはなかなか強いな。マイクラやりすぎてマイクラの世界の原理を感じられる私なら仕様を意識しながらスムーズに作れるはず。ということで到着。今回作るトラップはイガンダ森かソウルサンドバレーにあるネザー要塞に作らないといけないらしいのでバイオームファインダーで目星つけて最速で向かいました。エリトラ本当に便利。早速は基礎を作るところをマーキングしていきます。あれ、今回ウィザスケ TT だけ作るんだよな。そんなにテンポよく進めていいのか？これテンポよく見える？まあ私的には。実は今回は過去最低レベルの進行ペースなんだよね。普段は超倍速で流したりました後方で済ませるようなシーンをこうやって長くしゃぶる編集の練習をしています。まあ、最大多数の最大幸福的な考えにのっとるとこれは一番やっちゃいけないことなんだけどね。なんでなんだ？すでにおいて作り手は基本一人なのに対して視聴者は何十何百何千何万人といるわけじゃん。例えば作り手が視聴者の満足度より費やした労働力あたりの広告収入を重視して手を抜いていったらどうなると思う？投稿者はいい思いするだろうけど視聴者は貴重な時間を捧げた割にはいい思いできないな。しかもそれが下手したら何百万人にもなると。そう。たった一人の幸福のために何百万人が苦しむことがどんなに愚かなことかは歴史の需要を寝て過ごしていなければ心が痛むほどよくわかるはずです。まあ、逆なら素晴らしいことかと言われればまた別の考え方によってそうではないと言われることでしょう。収入と視聴者満足度が均衡する状態が多分正しい状態であると思っているのでメンバーシップ等の別会も模索したりはしていますが、とりあえず今は収入どころか健康も度外視で濃度最重視で考えてきていたので収入重視よりにするのに必要な技術を一応獲得しようとしています。選択肢を持っていないと詰めるので、逆に今まで持っていなかったのか。驚きだな。カフェイン飲んで睡眠時間削れば万事解決だと真面目に思っていましたテイペロ。すべ活動をする上での思想を長々と語っていたらマーキングどころかは基礎完成。次は天井裏に待機所兼処理場を作るよ。あれ？経験値減ってないか？デバッグ情報見ながらは基礎の設置場所探していたら事故死しました。一人称視点の録画撮ってなかったからその下りやるのもあれだしカットしたけどね。皆さんは景気飛行をする感覚でプレイするときは気をつけましょう。数値に近い感覚でマイクラ見えてるの霊夢くらいだろ。とりあえずおなじみのエンパバグで天井裏に侵入して、待機所を作るコードまで積み上げて、足場を設置して、ネザーゲート設置して、ウィザスケの処理場を作って、自分用のゲートも設置。地下に出て利便性最悪だけどね。真上に作り直せば大丈夫だっけ？まあ、地上側の部分を先に作りますか。こっちも深層岩のコードに出てめんどくさかったです。地上部分も長がつくほどシンプルです。ただこれ以外と気をつけないといけないこと多いから真似したいなら参考元の動画見ながら作ることを推奨します。解説に使用されている言語は英語だけど長文も専門用語も出てこないので英語弱者でも多分理解できます。とか言っていたらもうすぐ完成。マジで湧き潰しいらんのか。そのはず。とか言っていたら完成したから早速動かしに行くよ。ミスがなければここにいるだけでウィザスケが送られてくるはず。緊張の時だ。頼む。これ失敗したらまた投稿が遅れるから成功であってほしい。あ。よかった。成功。本当に湧き潰しなしでウィザスケ TT を作れるとは。早速10分間買ってみるよ。当たり前だけど走り回るよりずっと楽に頭集められます。ただこれだと寝ている間は機能しないから後で改良しようかな。なんて言っていたら10分経ちました。たまにクリックするだけでウィザスケヘッド15個。ずっと張り付いていないといけない割には少ない気もするけどビーコンを照明用に使う予定は今のところないからこのくらいでいいかな。そんなこと言うとビーコン該当として使ってくださいってコメント書かれるぞ。そんなことよりこれネザースターに変えれるようにしないと。編集しながら集めていたら4スタック集まったんだけどさすがにこれ手動でさばいたら睡眠時間なくなる。つまり自動化するんだな。そういうこと。もはや恒例ですが海外のモサが素晴らしい装置を開発しているのでウィザスケ TT 同様パクらせていただきます。ということでインドに行って、解説動画の通りに完璧に模倣していくよ。途中ちょくちょくミスってるな。万が一失敗してウィザーが脱走したらエンド本当がボコボコにされちゃうから絶対失敗しないように必死です。なんて言っていたら完成。建設成功していたら毎時90個のネザースターがノーリスクで手に入る。単純計算で丸1日放置したら33スタックか。
早く見助けていていの性能を理論値にして本格運用してみたいね。ってことで軽く放置。あ、死んでもいいように防具は村人から買った使い捨てのゴミ置きます。参考元では丸腰でビーコンで回復していたが、制作欲求でビーコン作るの忘れてました。やらかしたな。まあ、4スタック分の見助けヘッドが尽きるまでネットサーフィンでもするか。貴重な休憩時間である。ダメだ、作業力が。256倍速で流しているけど1時間以上暇で苦痛です。休憩時間が苦痛なのか。よし、放置完了。大座ブロックや黒曜石が全然足りないけどとりあえずしばらくはビーコンに困らなくなったよ。それ近いうちに足りないから今回はってなるやつだな。脊髄で作業していると言っても過言ではないから普通にあり得る。てか現時点でもリソースに不満ありまくりだからしばらく建築後回しで永遠にインフラ作ることになりそう。シリーズ名詐欺を前面に押し出すのはどうなんだ。こうでもしないと快適に大規模作業できない仕様なのが悪い。無事にネザースター集められるようになったからついでに黒曜石も放置で集められるようにします。お、前コメントで言われたやつやるんだな。手掘りで集め続ける簡単なやつだけどね。ウィザー式にしようか悩んだけど収容違反したら確実に動画投稿遅れるのでここはリスク重視です。完成。ぶっ壊れても全く問題ない。いくらでも量産できるフルエンチャ台やツルハシを適当な感覚でエンチャ瓶投げて回復させて1日くらいは持たせる感じにしてみたよ。よし、動画最後で流す聖地シーン撮って疲れたからとりあえず一睡してどれくらい溜まるか確かめてみよう。次回以降も値下げフル活用な TT を作れるだけ貯められたらいいな。ということで放置完了。一睡するって言ったけど経験値の供給速度の設定を間違えて意味を成していなかったから3時間の放置です。うお、それでも 1.5LC 溜まってるな。もっと早く作ればよかった。締めは1スタック以上のビーコンを一括で作るシーンと、黒曜石ファームの放置シーンで寝れずに終わってしまって眠気と戦いながら大座用の鉄ブロックをクラフトしているシーンを添えることにしよう。まあ、眠気と戦いながらとかいう割には 1LC の鉄ブロックをクラフトできる分しか溜まっていないんだけどね。丸1日放置して 1LC はちょっと高頻度投稿税にはきついからより高性能なものを作りたいところ。これ以上供給量を増やして何がしたいんだ。いちいち撤去するのがめんどくさいビーコンを松明のごとく使い捨て運用できるようにしたい。まあ、そもそももイザスケヘッドの供給がまだまだ足りないから台座だけたくさん作れてもってところはあるけどね。とにかく今回はビーコンを2桁単位で調達できるようになったからよしとするかな。あ、実は今回やったことメインシリーズで未だ達成できていないようだったり、当時は節約志向だったのに変わっちまったんだな。ふう、編集をうまいこと工夫して作業量を抑えたとはいえ合計丸1日分の作業をしたからまた一つ一仕事した感すごい。そんな今の私なら実は投稿を2日ほど遅らせて全てのメンバーレベル向けの得点を補充していたという事実の告白とともにメンバーシップの宣伝をしてもバチは当たらないだろうという謎の自信があるのでしちゃいます。今回の追加得点は今まで1種類しかなく継続加入する意味が薄かった現状を解消するための2ヶ月目と3ヶ月目のメンバーバッジと、もしかしたら今後の活動に大きく関わっていくかもしれないメンバー限定ディスコードサーバーです。ディスコードサーバーは現状はお金を払ってメンバーに加入してくれた人に少しでもお礼ができるように用意した感じで今後どのように使っていくかは全く決まっていませんが、もしかしたらいいことがあるかもしれないのでメンバーの方や加入を検討している方はぜひ参加してください。一応メンバー期間中に加入したら後でメンバーを解約しても継続してサーバーに参加し続けられることをここで明言します。めっちゃがっつり宣伝してるな。すでに加入してくださっている方にしっかり伝えないといけないのと努力しても1本あたりの作業量をこの通りなかなか減らせなくて、広告収入以外の収入源を作らないと収支がプラスにならなくて動画作り続けられないからね。ということで準耐久配信に向けて休憩を取りたいので今回はここまでにします。あ、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。